はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうじでございます。生ハゲの息子と姉様富江様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがとうございます。達郎様、義行様、ポスティングボランティア、お申し出ありがとうございます。早速チラシの方を送らせてもらいますんで、お好きな場所、東京都内でしたらばどこでもいいんで、お好きな場所にポスティングよろしくお願いします。引き続き、ポスティングボランティア様、まだあれですからね、公示まで時がありますんで、ポスティングボランティア様、メール当院様、ご支援なんかも募集しております。よろしくお願いいたします。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご応募ください。よろしくお願いします。15日豊島区議会一般質問に棟梁さんが傍聴にいらしてくれるそうです。私の出番は午前中の10時半ぐらいから、の予定であります。私の前に2人ぐらいいるのかな、質問出番の人ね。でそれに対する答弁もあるから、まあ10時半以降だと思われます。住所氏名を記入する傍聴手続きがあります。ですんで、まああれですね、それの時間がちょっとあるかな、まあ2分ぐらいだと思いますけど、出番が終わっても私議会は続きまして、議席に座ってないといけないんでお構いもできませんが、傍聴にせっかくいらして、いただけても、お構いもできませんが、私豊島区議会議員最後の仕事であります。喋るだけ喋って、それの出番が終わったらその日に辞職予定であります。その日の動画から元豊島区議会議員ですって言わないといけない。忘れちゃったらどうしよう。私への誹謗中傷の訴訟が着々と進行中であります。ネットに詳しい、そういうのに詳しい法律事務所を見つけられてラッキーでありました。TBS 社員が記者の立場を利用し、ウクライナ難民の20代女性を取材と称して呼び出し、初手から 3P を迫った鬼畜の所業は事実無根なので法的措置を検討する。だって、社長室広報局がどっかの取材にそう答えたそうであります。法的措置だって。ネットの反応、明らかに怪しい、疑惑が深まった。 TBS に入社したという事実が一番怪しい。まあそうだわね、TBS が頭おかしい会社だって思わない属性の人間ですからね。 TBS を志望する時点で動機になり得るって、動機になり得るな、これな。そういう鬼畜な所業をしそうだな、 TBS を目指すっていうことはね。疑惑は持たれた側が納得してもらえるまで説明する責任があるのでは。そんなこと言ってましたね、マスゴミも辻元なんかもね。自分たちは裏も取らずに嘘を報道しているのに法的措置。翻訳アプリの履歴を公開すればいいんじゃないの。できないこと分かっててこの方は回転だと思いますけれども、呼び出してんだから業務上知り得た情報を悪用したことは間違いないだろう。行ったらそいつしかいなくて二人きりになっちゃったんです、渋谷のバー、いうことですからね。業務上知り得た情報を悪用して、白人女性と一杯飲みたいなみたいな、それをやったことは間違いないですね。アホ野党のミートゥー部隊は何してんだ。仲間ですから、食いつかないです。民放労連は、うんこ党の支持支援を公表しております。つまり仲間。なのでアホ野党の MeToo 部隊も、これにはだんまり。日本の MeToo は日本人の敵の味方。そいつら自身も日本人の敵なんですけどね。ウクライナ大使館は事実と認定しているようだが、素人相手にイキり始めたら有罪と。本当に無実なら進んでスマホの中身見せるわな。なね、事実無根とか法的措置だなんて生きる前に、それやってない時点で
TBS はまあ嘘つきですね。まあ元からですけど、知ってましたけど。この問題調査している方から直接情報ありました。なんとなんと。なんとなんと。事実はあったそうです。これはお伝えしましたけど、その方によれば、ウクライナ大使館は外務省に相談済みである。外務省とウクライナ大使館が態度を決めかねて事態が停滞中である。その方、私に連絡くれた方も両組織の態度に怒ってらっしゃいました。はっきりさせなければ余計混乱すんじゃん事態は。というようなことで、怒ってらっしゃいました。追加で独自に推理しますと、その事件を起こした、3P を迫った初手から、レベルの高いド変態の社員が実は日本人のふりをした竹島泥棒黒人で、そこの政府が土下座でストップしてんのかな、つまり3つの政府が絡んでて身動き取れなくなってんのかなって思ったりして、これは私の独自の推理です。シャーロック靴沢の目はごまかせないぞ、じっちゃんの名にかけてっていう感じでしょうか。私のじいちゃんは靴沢栄七ですね。訴えるぞ、言い出す時点で有罪確定でありますね。本当に訴える場合はだって黙ってて不意打ちすんもん、証拠隠滅されたりさ、投稿したの消されちゃったりしちゃうじゃん。不意打ちの方が心理的ダメージも大きいしね。2ちゃんの投稿など本人が消せるのは訴えるって、言っても別にいいんですけれども、その場合にはですね、何時何月何日何時のこの投稿を訴えるとは言わないわな。準備されちゃうわね。頭がおかしい中央日報の妄想、まあ頭がおかしいから普通に考えても妄想なんですけどね、日韓海底トンネル計画をテレビ朝日の、これなんて読むんでしょう、大下陽子って読むのかな、ワイドスクランブルが紹介しやがっておりました。総予算10兆円のうち日本側が7兆円を負担するんだって、そういうことになってんだって、死ねばいいのにって思いました。ネットの話、いらん、本当にいらない、絶対に作らせてはならない、韓国が10割出しても絶対いらない、国防の観点からも有害、デメリット、メリット皆無、デメリットてんこ盛り、仏像と品種泥棒がはかどる、東京杉並区高円寺南213に日韓トンネル推進全国会議っていうのがあるんですけど、これね、日本におけるバンクの三大活動拠点の一つであります。年がら年中ね、こっからですね、これだからジャップはとか、サムスンすげえ、ソニー涙目とか、日本人は慰安婦に謝罪と賠償しなければならないなんてことを大量に大量に書き込んでおります。ネット工作三大活動拠点のうちの一つ、日韓トンネル推進全国会、もう一つは日韓旅券法改正、推進協会かなんか、もう一つがですね、ちょっと忘れました。ここが三大拠点ですね。以前私がこれバラしたら速攻で NHK 記者を名乗る男がですね、喧嘩越しでどういう気なんですか、電話かけてきました。広められると実に実にまずい情報みたいですね。日韓トンネル推進全国会議はネット工作の拠点である、三大拠点の一つであるということを広められると実に実にまずいみたいですね。グローバルスタンダード的には断固、竹島泥棒国に対しては断固宣戦布告して武力奪還してないとおかしいんだよな、仏像も。なんで竹島を泥棒してる敵国と関係をより深める共同作業、トンネル事業とか、トンネル掘んなくちゃいけないんだって話、敵国人入国禁止すべきなのに真逆ですよね。もっともっと突き放して突き放して突き放して、で徐々に断交からの宣戦布告
すべきですよね。こんなんで言うんだったらですね、今まで以上に仏像やら種を泥棒されちゃいますね。変な病気も持ち込まれますね、きっとね。で、国家産業で輸出してる風俗場も性病を持ち込みますね、こちらにね。韓国に病気が蔓延したらですね、日本のせいにされますね。されます。今まで以上にその交通が、増えたらね。2021年度、対韓貿易黒字は246億ドルでした。3.3 兆円でした。1日に90.3億円も我が国に貢いでくれる便利な家畜といえども、領土取られてて黙ってんのはこれ話が別でしょ。そりゃあいつらは便利な家畜で1日90億円も日本にどん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 毎日毎日運んでくんですけど、まあ迂回のうっちゅうのかな、ですけれども、便利な家畜ですけど、それとこれは別であります。 3.3 兆円は純粋な黒字。売ってる額はですね、546億ドルですから7兆円ぐらいですか。1日に200億円ぐらい日本製品を買って買って買いまくってくれる便利な家畜なんですけど、領土取られて黙ってるっていうのは話が別じゃないこれ。以前は1日60億円程度の貢ぎ物だったんですけど、1ドル134円のあの円安で増えちゃいました、てへって感じなんですね。なんとかこれ減らしてですね、関係薄くしていかないと竹島奪還はおぼつかないですね。1日60億円じゃねえや、1日90億円あっちが運んでくからさ、それで生活してる日本人も、何千人、下手すと何万人、いるやないですか。これ関係薄くしていかないと竹島取り返せねえよ。1日90億円に釣られてですね、トンネル掘ろうなんて勢力が出てくるかもしれないですね。日本からの部品輸出がなければですね、サムスンもヒュンダイも何一つ作れませんので、ネジも作れねえっちゅうんだから、部品輸出禁止で目障りなね、泥棒国家の経済を滅ぼしたらどうだ。滅ぼしたで他に買ってくれる国が出現しますよ。他の国にチェンジすればいいんだよ。大水晶、こちらが大水晶であります。まあ日韓とね、とんでもねえ話だ。何言ってんだっていう感じですかね。大爆笑した今日の C 活動、岸田政権の全てが不信任に値する、参院選で厳しい審判が下される、それお前らのことでは。まあ赤旗に載せたんですけどね、ネットの話、自己紹介か、自分らの支持率見ろよ。共産党に厳しい審判が下されそうですが、お前らが審判下される側だろ。ずっと負けっぱなしの C 活動がまず厳しい審判食らわないとさ、裸の王様とはお前のことだ。政党支持率 2% が何言ってやがる。選挙のたびに共産党に厳しい審判出てるんでしょ。いつまで党首やるんですか、なんで比例なんですか。厳しい審判下っても一切責任取らないくせに。まあ選挙でボロ負けしても、C 活動は決して代表辞めませんね。お前審判受けたことないだろう。これを赤旗が危機として載せてるっていうのがもう爆笑ですね。本当に自分らのことを分かってねえんだな。やはり C 和夫先生は逸材ですね。脳みそがおかしすぎる。もうおかしくておかしくて一回転してんな。どんなに選挙で負けても責任取らずに独裁22年目。誰の批判も責任も取らずに拒絶していると人間こうなるっつ見本なのかなって、思ったりなんかしてね。まあまあ独裁を引いている社長なんかもいるとは思いますけれども、口出しさせねえなんて社長も言うと思いますけど、まあ20年ぐらいやると、このぐらい頭おかしくなってくんだなっていう見本かなって、思っております。というわけで引き続きメール党員様、ポスティングボランティア様、あとよろしかったらご支援も募集しております。よろしくお願いします。デトックスジャパン。